マイケル・スタンリー・デュカキスは、アメリカ合衆国の政治家、第65.67代マサチューセッツ州知事、同州会員議員を務めた。史上最も長期にわたって、マサチューセッツ州知事を務め、スピロ・アグニューに続く、アメリカ史上二人目のギリシャ系アメリカ人の州知事であった。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙で、民主党の大統領候補となったが、 共和党のジョージ HW ブッシュ副大統領に敗北し、その他リフォルニア大学ロサンゼルス校公共政策学部教授を務めている。1933年11月3日にマサチューセッツ州ブルックラインに誕生する。デュカキスの父親であるパノスはトルコのバルケスイル県からのギリシャ系移民であった。1912年にマサチューセッツ州ローウェルに移り住み、 12年後にハーバードメディカルスクールを卒業3回として働いた。母親のエウテルペはラリザからの移民であった。彼女は一家と共に1913年にハーバーヒルに移り住んだ。彼女はベーツ大学の卒業生であった。デューカキスは故郷のブルックライン高校に入学した。1955年にスワースモア大学を卒業後アメリカ陸軍に入隊し、 韓国に派遣された。1957年に除退し、1960年にはハーバードロースクールで法学を取得した。デューカキスはイーグルスカウトであり、アメリカ合衆国ボーイスカウトより主君イーグルスカウト賞を受賞している。マサチューセッツ州知事時代は増税することなく、破産状態だった財政を立て直すなどの実績を挙げ、州の産業は発展して、 福祉も充実した。この成功は、マサチューセッツの奇跡と呼ばれ、こうした実績を背景にして、大統領選挙に臨んだデューカキスは、順調に民主党の大統領候補としての正式指名を獲得した。一時は、共和党のブッシュに対して、世論調査による支持率で17%の差をつけたが、本選挙では、ブッシュのネガティブキャンペーンによって、支持率を逆転されて破れ去った。 1988年、アメリカが衆国大統領選挙で、ブッシュ陣営が流したテレビコマーシャルは以下のようなものであった。この CM は、本選挙に入った9月以降繰り返し放映され、世論に大きな反響を巻き起こして、デュカキスに深刻な打撃を与えた。別の CM もある。刑務所の出入り口で回転ドアを通って、囚人たちが続々と入ってくる。 反対側からは囚人たちが続々と外に出ていく。そこに、デューカキスが、マサチューセッツでやったことを、国政で繰り返させてはいけないというナレーションが入る。マサチューセッツの奇跡を成し遂げたデューカキスに対して、ブッシュには、特にこれといった売りがなかった。そのブッシュがデューカキスに勝利できたのは、このテレビコマーシャルによるところが大きかったと言われる。実際には、 殺人犯の一時帰級制度は、デュカキスの前任の知事であるフランク・サージェントが開始したものである。サージェントはリベラル派ながら共和党の政治家であり、デュカキスはサージェントの政策を継承したに過ぎない。その一方で、ブッシュのテキサス州では犯罪が増加し、刑務所は定員を大きくオーバーしていた。また、副大統領としてのブッシュは1万人の 麻薬密売人の一時気球を認め、その中には気球中に強姦、殺人を働く者もいた。しかしデュカキスがこうした反論を行ったのは、テレビコマーシャルが流されてから1ヶ月半、経ってからだったため、有権者にはアピールできずに終わった。ブッシュは他にもマサチューセッツ州の海が汚染されていることを攻撃した。だが、実はテキサス州の海の方が、もっと汚染されていた。 しかしデュカキスが反論したのは、やはり1ヶ月半経ってからだった。また、退任間近のレーガン大統領もデュカキスに、精神病歴があるとの噂を広めることに手を貸し、自らの副大統領を側面支援した。最後のチャンスとなったテレビ討論でも、デュカキスはあまりに切裂だった。この失敗が響き、デュカキスが獲得した選挙人は、 ブッシュの426人に対して111人に止まった。選挙戦の終盤になると追い込まれたデュカキス陣営は自らもネガティブキャンペーンを始めざるを得なかった。ブッシュはアホを強調するテレビコマーシャルやブッシュの副大統領候補であるダンクエールを笑い者にするテレビコマーシャルが作成された。そのため、この年の選挙戦は史上最も汚い選挙戦とされる。 女優のオリンピア・デュカキスは重視に当たる。ありがとうございます。